地方球場さん、平日なのに観客満員になってしまう。地方、岡山、甲子園より客多そう。よく見たら2回まで満員やんけ。阪神人気強いからな。数年ぶりだからな。昨年の2軍戦も混みまくってた。阪神化け物すぎるだろ。ここだけ違う競技やってんだろ。地方球場に負ける本拠地があるらしい。阪神の人気やばすぎやん。これって3万人くらい入る？数年に1回プロ野球するくらいの球場にしては過剰すぎないか。オールスター投票といい動員といい、明らかにプロ野球人気って阪神一強だよな。まあ株主総会でいつも愛知から甲子園に観戦に行ってるってじいさんがいたりする球団やからな。岡山くらい大したことないんやろ。ファジーあのなんてガラガラなのにどうして。地方のくせに3万入るってでかいよな。岡山は阪神と広島で2軍戦やったら1万人来るからな。阪神熱高いわ。久しぶりに見たらファールゾーンの広さにビビった。岡山って阪神と広島どっちが人気なんや。すごいキャパの地方球場やな。現地やがコロナ明けでかにぎわいボルテージ半端なかった。8割くらい阪神ファンで草。ファールゾーンが広すぎるのはなんでなん。ラグビーアメフトと兼用とか。ファールゾーンが広すぎるのはなんでなん。ラグビーアメフトと兼用とか。阪神広島オリックスあたりは年に1回は3連戦で倉敷使ったれよ。ご視聴ありがとうございました。